ストーリーが楽しめます。悩める主人公をうまく操って自由へと導きましょう。コントローラーの振動やカメラの操作方法などゲームの各種設定を変更します。新しくストーリーを始めます。気楽にストーリーが楽しめます。ステージの難易度は最も低く、操作のやり直し機能が使えます。なんだ？足場が下から崩れ落ちている。方向キーで急いで上に登って行こう。石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。動かすったってどうすりゃいいんだよ。丸ボタンで石を掴むことができる。石を掴んだまま方向キーで押したり引いたりしてみよう。またイージーモードではセレクトボタンで行って前に戻すことができる。操作をやり直したい時に活用しよう。よし、手に入れるとステージをリトライできる回数が増える。見つけたらできるだけ手に入れておこう。よしゲット。よしよしゲット。石はむやみに奥へ押すな。崩れる。石を闇雲に押してしまうと上が崩れて登りにくくなる。まずは引き出すことで足場を作ろう。よしゲット。よし、ふっと、よし、ゲット。次に大事なことを教えておくぞ。大事なこと？その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。変だけ？つながる？どういう意味だ？石は真下に何もなくても下の段の石と変だけでつながって落ちなくなる。変はつながる瞬間青白く光るので確かめてみよう。よしゲット。よし、変でつながるのは分かったか？分かんねえよ。
要はなんか普通じゃないってことか。一辺でも触れてれば落ちないわけだから、まあ動かしながら慣れるしかない。石で素早く階段を作ることが全てのアクションの基本になる。辺がつながるのを生かして階段状にしていこう。あれ、よし、よし、ゲット、よし、よし、ここはどこなんだ。ゴールが近づくと鐘の音が聞こえてくる。出口の扉はもうすぐだ。とにかく頑張るんだな。お互い生き延びられたらまた後で会おう。おい待ってくれよ。よしゲット、よしゲット、よしゲット、よし。出れるってことか。おめでとう。完璧じゃないか。これで地下墓地は終わりだ。これは明日の夜にまた会えるのが今から楽しみだ。ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああごめん、仕事朝からだったから。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあいや特には。特にはってつくこともあんの？いやないけど。ないんじゃない。ほら2個。まあキャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ私たちさ何年目だっけ？え？そういや何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。